どうも、ザイトです。ザイトです。おはようございます。おはようございます。お願いします。はい、YouTube 動画の方の企画ということで、ね、なるほど。普段ラジオですけど、そう、ラジオばっかだったから、はい、これ座りの企画みたいなのもやっていくと、今年はやっていくということで。そうだね、本当、はい、週1宣言しちゃったんでね、はい、やっていきましょうよ。じゃあ、早速いきますか今日は。はい、はい、定番の、まあまずはね、はい、定番のコーナーからいきましょう。はい、ビーサムウェア、ね、なんですか。お願いします。定番なのこれ。B サムウェアでしょ、やっぱり。どういうことですか。やっぱ YouTuber っぽくやっていくならさ、どう、分からん分からん。 B サムウェアでしょ。 B サムウェアでしょうが分かんないの。 B… あ、分からん、うん、B サムウェアって企画。 B サムウェアですどういうことだってそれを。 B サムウェアですよ。 B サムウェア、はい。まあこれはですね、ビジーさんというアーティストが歌ってる曲なんですよ。曲だ。 B サムウェアっていうのは、 B サムウェアって曲です。はい、うん。昨年の秋頃ですかね、はい、9月ぐらいかな、うん、なんかあの、いや普通にふと、うん、なんかそんな歌あったなと思って。 あ、はいはい、あるじゃない、そういうこと。まあ、ある、あるね。なんか急に昔のアニメの曲とか聴いてみるとか、なんか聴いてみるってあるじゃん。あるあるある。いや、それで聴いたのよ、うん、そしたらもう、めっちゃいいとこの曲はいはいはい、はい、めっちゃいいんですと、はい、それで、いや、まあ、結構たわいもない話を相方とするから、はい、ロックマンの歌知ってるかって、うん、で知ってたでしょ。知ってた、知ってた。 B サムウェアでしょってすぐ出たでしょ。出た。もうロックマンっていうかあれっていうのは俺もあったから。あったでしょ、うん、B サムウェアって曲ちょっと聴いてみ、うん、めっちゃいいからもうね聴いたでしょ、うん、聞いた。どう思った。めっちゃいい。めっちゃいいでしょってすごいいいのよ。だから俺らこれ定義したんだけど、はい、まあ、この長い歴史の中、はい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 、この世界が始まって、はい、始まって、長い音楽がね、音楽が始まってね、音楽史の中たくさんいろんな曲ある、はいはい、モーツァルト、はい、とかあるよね、カノンとかね、とかカノンとか、うん、まあ、セックスピストルズとか、はいはい、ビートルズとかビートルズとか、まあ、世界万国いろんなね、音楽があって、いろんな曲ある中でこの曲が一番いいです。そうなんだよね、絶対一番いい曲です。これね、あの、はい、まあ、世界で一番いい曲です。音楽に起きるいわゆる正解っていう、そう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 、俺は定義した。そうなのよ、うん、音楽もう曲という概念に起きる正解を叩き出した。そうなんですよ、うん、まあ、そのぐらいいいと。 B サムウェア、 B サムウェアで、とりあえず、まあ、ちょっとこれを曲を流すわけにいかないから。確かにそれはダメだね。まあ、ちょっとそのまず聴いてください、この動画を見てる人、はい、うん、ロックワンの B サムウェア、うん、どこでも聴けるんで。確かに、ちょっと聴いてくださいよ。僕らも一回聴く。はい、まあ、一回聴こうか。じゃあ OK。 はい、いいね。いいですよね。いいわ、やっぱこの曲。だから何が良かったかってとこだから、うん、まあ、ちょっと全部はさすがにもう話したら、うん、多分動画4時間ぐらいになっちゃうから、うん、まあ、ちょっと俺はもう歌詞見ながらかいつまんで、そうね、歌詞を見ていこうか、言っていく。そうね、うん、多分もうこれ共通していいところな気がするけど、うん、サビ前、手を、お前、俺も言いたいよそれを一緒に言いたい、一緒に、一緒に言おうか。手を伸ばしたらって、やっぱここのやっぱ、ね、疾走感ですよ、ね、やばいよな、やばい。ここでもう、お、来るぞ来るぞって、うん、サビ来るぞ、うわーってなる。ふわーっと、あー、水筒の基礎なの、指先に溢れているあなたでいて、なんなのよこれ、なんだよこれ、なんだよこの凄さ。これ今ちょっと、あれ盛り下がったって思うじゃん、思うじゃん。違うのよ、なんか違うのよ、なんかスーッと入ってくるの、入ってくるのよね、入ってくる。ここがそこのね、あの、うん、サビに入ってくね、うん、ところのあのスムーズさってさ、うん、他に表現できたアーティストいるかな。ない、ないよ、いないよね、ない。だあの、でも、いや、これほんとさ、ボケじゃなくて、あの滑り込み方すごくないすごい、あれ何なんだろうね。な、ほんといいよな。あなたに届きそうなの、指先には触れている、あなたでいつもの闇、あなたで入っちゃうからね。入っちゃうのよ、入っちゃうんだよ。入ったかも、気づかないぐらいだもんね。気づかないぐらい入って、うん、入る、気づかない感じで入る、うん、だからなんかもう入れそう、入れる、そする時に、うん、なんかちょっと入ったの気づかないぐらいこうスルッと入っちゃうと、やっぱ名器みたいな。確かに、そういうことなんだな、やっぱ。だから、まあ、そのローション的な役割を果たしてるんだね、このサビ前がね。そうかも、そうかも、いい、そうでしょ、うん、ローション的な
いや確かにだからローション楽曲ではあるのよこの曲って。いやなんどういうことよお前、なんかさ、ディスってんの？いやいや、ディスってない、だから基本こうぬる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 いくのよ。確かに、でもさこの手を伸ばしたら、でもめっちゃもう興奮するじゃん、興奮状態、興奮する、おわくるぞくるぞ。そしたら普通さもっとバコンいくでしょ、バコンっていくの。指先にはまあ針先には触れているぬるあなたでいてるもろなのよ。そうなのよ。いやこれがねほんとスムーズなの。いや本当に針先に は触れているぬるじゃねえよ、あなたでいてるもろなのよこれは。いやだから、ね、あるですよねこのね、なんかこの押し付けがましくないっていうことを言えるよね。そうそう、確かに、うん、もうサビだぜこれ超いいぜって感じはない、そういうのがないのよ。でももうなんかスッと、でもちゃんとこう展開はあって、うん、でこう飽きさせないのよね。飽きさせない、だってまあ飽きなすぎるってとこもあるけど、あるあるある、正直いい、はい、あ、じゃあ何でもない。何やねん、正直何。だからそのビジーさんの、はいはい、あの他の曲もいろいろ、そうなのよこれ。ビジーさんの、いや別に B サムだけ出してる B サム専用アーティストじゃないからね。ビジーさんは、いやそうだろ、違うの、うんうん、え違うの、 B サム専用じゃない。いや、じゃあそんなアーティストいないでしょ。何専用アーティストとかいないでしょ。専用集まったわけじゃない、うん、違うのよ。違うんだ。でも他の曲、そのビジーさんの他の曲、うんうん、申し訳ないよ、まっと申し訳ないけど、聞く気にならん、聞く気にならん、そうなのよ。申し訳ない、だって本当こんなにいい曲なんだから他にもいいんじゃないかって思う考えもあるけ ど、 あるけど、でもこんな良すぎるから、うん、もうねこれをおそらく超えてる楽曲がないと思うのよ。これはね、マジで聞いてないけど、うん、でやっぱさこれめっちゃハマってた時とかさ、うん、やっぱこれ一日にだってさ B サムを聴ける時間って限られてるんだって。まあね、あの通勤と帰りとさ、まあ、お昼休みぐらいじゃん、バイトしてたらさ、確かに、まあ、確かに音楽聴ける時間はな、うん、って考えたらさ、まあ、やっぱその、うん、まあ、B サムをやっぱ聴く時間にさ当てたいからさ、他の BT さんの曲をさ聴く時間は入ってたらないよ。確かに他の美人さんの曲聴いてるぐらいだったら、やっぱ B 様の、うん、聴きたいね、1曲でもディスってんの、美人さん。違うのよ、美人さん、違うのよ。だってさ、美人さんの他の曲多分4分3分あるでしょ、うん、でそれ他そこの4分3分があったら、うん、だって B 様1回聴けんだもんだって。1回耳にこう脳にさ B 様入れられんの、1回で他なるべく入れたいもんな、脳に B 様は。他に B 様以外の名前言いたくないしね、うん、入れたくない、うんうん、だそういうことある、まあ、もちろん B さんいい曲だね、いい曲よ、いい曲なんだけど、うん、これがもうちょっとやばすぎちゃって泣き時点まだ聞いたことはない、B さんの。はい、だってビジさんの曲他の聴こうと思う前だって B サム聴きたくなっちゃう、聴きたくなっちゃう、それ他に入れるんだったらやっぱ B サム入れたいから、なんか変なこと言ってるかな、言ってるよ、言ってないよ、あれよ、そうだよな、うん、いいんで、うん、自分のいいと思ったもお茶出していこうぜ、どんどん、そうだよな、そういう YouTube だから俺ら、まあ、だからね、はい、というわけで、はい、まあね皆さんね、はい、ぜひ聴いていただければと思います、はい、以上 B サムウェアでした、 B サムウェアでした、こういうことだったのね、ありがとうございます。